お金がないとか情報がないとか部下からの信用がないとか、そんなの最初から分かってたことでしょ。医者だ、そう簡単に死なれては困る。僕が動機不明の自殺を遂げたとしても、調合してあげてもいい。本当？太宰君、生きるなんて行為に、ヒロツ、もしもし。うん、いろいろ分かったよ。蘇ったんだ、地獄の底からね。僕は痛いのは嫌いなんだけど。今死ぬか、情報を吐いてから死ぬか、どっちがいい？じゃあ今殺せ。ああ、荒はばきか。なるほど、荒はばきね。必ず凄まじい反撃を食らう。そうか、君があの羊の王、重力使いの中原中也か。これで重力は君の手から離れた。ああ、仙台、仙台。ああ、君の嫌いなポートマフィアの一団だ。この銃で苦しみを終わらせてほしいかい？わかった。なんて贅沢なんだ。君の範囲は異能が強すぎることだ。強すぎるから狡猾さも周到さも育たない。どちらが先に犯人を糾弾できるか勝負しよう。君が勝てば先ほどの賭けはなかったことにしてもいい。でも僕が勝ったら君は一生僕の犬だ。何かまずいことでも？連中と会っていい状況じゃねえだろ。おーい、中原中也くん、仕事に行くよ。ボスの命令だ。バカか。それより君たちが調べた荒はばきの噂について教えてよ。違う手札を持っている人間はその責任を果たすべきだって。実に面白いよ君たち。この中で一番強い力を持つ彼がどうやら組織の頂点に立つっていうのは想像よりも大変なものらしいね。あ、そうだ、森さんに頼んで人質を解放してもらうから許してよ。そんなことは考えれば子供でもわかるよ。議論の余地すらない。海だ。僕の異能を知っているのか。いや、僕はそっちの方が正しいんじゃないかと思う。なぜなら死ぬは生きるの反対じゃなくて生きるに組み込まれた機能の一部に過ぎないからだ。試してみる価値はある。一発くらい受け取ってよ、僕からのお礼。相棒？軍が秘密施設に封印していると。改めて君をポートマフィアに勧誘してくれと頼まれた。皆殺しだ。ただまあ、僕にゲーム勝負で負けた誰かさんは組織に入ったら犬として散々こき使われる運命にあると思うけど。反動ですかね。おかげで君は有名人だ。国木田さんは？国木田君は上。アズゴ！ランポさんが5秒で割り出したよ。おかげでやる気が出た。はあ、落ち着く。そんなものはないよ。あったとしてもすでに他のやつが回収してる。ああ、
虎探しの時だね。私に言えるのは一般論だけだ。あなたはギルドの。でも犯人は博士じゃない。もっとも私たちが走り回る前に犯人は死ぬかもしれないけどね。この街じゃあ逆だ。ポートマフィアだよ。常に先手が勝つ。森さんの口癖だ。必ず動くさ。そして社長が最初に見た血痕、謎の血だまり。なるほどね。あなたですか。君ならそれくらいはするだろうと思ったよ。社長に持った毒の正体を教えてもらおうか。私ならそうするからさ。罪深くて愚かだ。だからいいんじゃないか。やってみたまえよ。やれるものなら。太宰さん。神出鬼没で所在不明。一説には万物を見抜く最強の異能力者だとか。煮干し？ダメ！話したら君たち異能で喧嘩するでしょ。でも、あまり暴れないでくれたまえ。お腹の傷が開く。社長の命がかかった逆襲作戦になぜ芥川を。それが私の作戦だからさ。君たち二人で敵のアジトに潜ってもらう。さあ始めようか。無視だ。私ならそうするから。ヘリ今の地上に人影は。いや、いいカフェだね。さすがに驚いた顔だ。なぜここが分かったのか。最極限の一手だったよ。かの魔人を欺くための、これが私の一手だ。待て、そいつに触れるな。死んだ。いや、わからん。何に乾杯するんです？ストレイドッグに。ストレイドッグに。